ピーター・レリーは17世紀に活動した画家。キャリアのほとんどをイングランドで送り、イングランドの首席宮廷画家として重きを成した。レリーは、オランダ人の両親の間に、ザクセン広告のベスト・ファーレン、ゾーストで生まれた。本名は、ピーテル・ファンデル・ファースで、父親は、ザクセン剪定公軍の将校だった。ハールレムで絵画を学び、 おそらく、オランダ人がカピーテル・フランツ・デイグレベルの下で、修行したと考えられている。修行を終えたレリーは1637年に、ハールレムの芸術家ギルドであるセールカ組合に、画家として登録された。現在知られている、レリー・レリーという生は、デンハーグ生まれのレリーの父親の自宅外壁に、百合の紋章が描かれていたことにちなんでいる。 オリバー・クロムウェルの肖像ウェールズ国立美術館、オリバー・クロムウェルを顔のイボまでありのままに描いた肖像がレリーがロンドンに渡ったのは1641年頃のことで1641年の12月にはイングランドの宮廷画家だったアンソニー・バンダイクが死去している。レリーがイングランドで描いた初期の絵画は神話が宗教画、そして田園風景を背景にした 肖像画でバンダイクとバロック様式の影響が見られる作品になっている。レリーの肖像画は広く受け入れられ、イングランドでバンダイクを受け継ぐ最先端の肖像画家という評判を勝ち得た。1647年にはロンドンの画家名誉組合の一員となり、イングランド王チャールズ一世の肖像画家となっている。 チャールズ一世がイングランド内戦で処刑された後もレリーの画家としての才能は認められイングランドを支配した五国教オリバー・クロムウェルとその息子リチャード・クロムウェルに雇われてありのままの肖像画を描いた1650年頃に王党派詩人リチャード・ラブレースがレリーを二編の詩に書いている1660年に王政が復活しレリーは1661年に イングランド王チャールズ2世から200ポンドの年金と首席宮廷画家のチートを授与された。これは前人の首席宮廷画家だったアンソニー・バンダイクが受けていた待遇と同じものである。その後レリーは1662年にイングランドに帰化した。レリーは1680年にナイト君尺氏となり、サーの称号を許されたが、その後間もなく死去した。 コベントガーデンでサマセット公爵夫人の肖像画を描くためにイーゼルに向かっている最中のことでコベントガーデンのセントポール教会に埋葬されたレリーが生前にコレクションしていたベロネーゼ、ティーツヤーノ、クロード・ロラン、ルーベンス・ラ・オールド・マスターの作品と素晴らしいドローイングのコレクションはレリーの死後バラバラに売却され 総額2万6千ポンドという莫大な値段がついた。レリーの収集したコレクションの中には彫刻、レリーのビーナスのように、もともとチャールズ一世のコレクションから散逸した作品も含まれていたが、これらは王室が再購入してロイヤルコレクションに収められている。フランセス・テレサス・スチュアートの肖像ロイヤル、コレクションハンプトンコート宮殿に所蔵されている。 ウィンザービューティ中の一枚、チャールズ2世の首席宮廷画家となったレリーの元には大量の絵画注文が舞い込み、レリーとレリーが経営する大規模な工房は大量の作品を生み出した。レリーがモデルの頭部のみを描き、その後弟子たちが顔だけが異なる、同じポーズの肖像画を何点も描くこともあった。この結果レリーはイングランドで膨大な絵画作品群を制作した。 最初の画家となったが、作品ごとの品質という点においては、かなりの差があった。レリーの弟子には、イギリス人画家ジョン・グリーン・ヒルや、オランダ人画家ウィレム・ウィッシングらがいる。レリーの肖像画の中で最も有名なものとして、以下のような作品が挙げられる。肖像画以外で有名な作品としては、ダリー・ジ・ピクチャー・ギャラリーが所蔵する、噴水の妊婦などがある。 他に現在レリーの作品を多く所蔵している有名なコレクションとしてイギリスの実業家で美術品コレクターとしても著名なジェームズ・スタントのコレクションが挙げられる。また、レリーは自身の肖像画を広く公開するためにハンガー技法のメゾチントを用いイングランドにこの技法を広めることに大きな役割を果たしている。オランダから取り入れたメゾチント技法で 自身の作品を印刷し、イングランドに伝統的なメゾチンと技法の基礎をもたらした。レリーの死後、宮廷画家には、ゴドフリー・ネラーが任命された。ネラーも、レリーと同様ドイツ生まれのオランダ人であり、当初は、レリーと同じ作風の絵画を描いていたが後に、大陸の流行を反映した作品を描くようになっている。ヴァンダイクに始まり、レリーとネラーが、 イングランド肖像画の基礎を確立したと言えるが、二人の作風を受け継いだイングランドの画家たちの絵画は、その後数十年にわたって停滞し、ほとんど芸術的発展を見せることはなかった。ありがとうございます。